どうも、森のニーナです。今ね、仕上がりなんですけどね、これ実は100均のコスメなんですよ。眉毛以外はちょっとその工程を見ていただきたいと思います。それではすっぴんから始めていきましょう。3、2、1スタート。今日は100均のコスメを使ってデパコス顔に挑戦していこうと思います。今年の秋コスメ、秋服のトレンドカラーがテラコッタ色とブラウンの色が今年の色だそうです。ということでキャンドゥで見かけた時になんか全部それに見えたんですよね。なんか秋色みたいな。ドーリーウィンクで似たようなやつを使ってたんですけど、廃盤になってしまって、再販されたかどうかはちょっとわからないんですけど、これがねめちゃめちゃ気になりました。アイライナーとして目の際に直接線を描いてご使用ください。へえ、面白い。まあ秋コスメということで、こちらのオレンジもちょっと混ぜて使っていこうかと思います。こちらめちゃめちゃ秋っぽくないですか。テラコッタ風ブラウンでゴールド、これめちゃめちゃ使いやすそう。リップで、メタリック&マットなリップあったんですよ。ちょっとめっちゃ見えづらかったんですけど、もうこうやって根治してたら見つけて、これめっちゃ楽しみ。今回はイニスフリーで眉毛描いてます。今こちらのワンデーブライトナーローションというものを先にちょっと乳液代わりに塗ってます。ではちょっとこの気になってた BB クリームからいきなり始めていこうと思います。ちゃんとしっかりシールドされてますね。色味はなんか思ったより黒い。ちょっとこちら塗っていきます。え、なんか水みたい。いや、すごい時代だな。私初めてメイクしたのが小学校6年生の時なんですけど、やっぱね100均めちゃめちゃ通ってたんですよ。懐かしいな。錦糸町のリビンっていうところの6階の100均によく行ってました。なんかあんま色がつかない気がする。これ逆に言えばこれはカバーしたい時にいっぱい塗ってもそんなに厚塗りに見えない感じですね、よく言えば。あ、でもちゃんと私結構ここ血管が気になるんですけど、一応カバーは分かれますね。うん、こちらはもうちょっと色がついた乳液ぐらいに考えた方がいいかもしれないです。でコンシーラーとかはもう自分が持ってるやつとかを使って、だから本当に薄メイクで出かけたい時とかはめちゃめちゃいいと思います。はい、こんな感じです。どうです、このくらい綺麗に肌が見えるんだったら本当に十分かなと思います。結構保湿力があります。こちらのコンビニで買ったパウダリーファンデーションね、ヨレとか気になりますよね。ちょっとこのまま今日は一日過ごして動画の最後に使い心地がどうだったかっていうのをちょっと文章で載せますね。結構コンビニのコスメもいいですよね最近。こんな感じでちょっとツヤを出したい部分は残して、小鼻とちょっとこの辺と顔周りをね最後にベビーパウダーで髪の毛がつかないように塗っていきます。久々のメイク動画なんでちょっとね真面目に喋りすぎて全く笑顔がなかったんですけど、ちょっとこれから頑張って楽しくメイクしていきますね。まずは一番上のこのゴールドの色から塗っていきます。ちょっとね100均のチップね正直あんま良くないので指で塗っていきます。全体的に塗っていきます。お、うん、ゴールドだけで塗るとこんな感じです。え、かなりクオリティ高くないですか。1から30円くらいってことですよね。めちゃめちゃ綺麗。次にピンク塗っていきます。ピンク、オレンジ、ゴールドのミックスって感じの色ですね。アイホール全体にゴールドを塗ったので、その中間の二重幅の部分に塗っていきます。こんな感じです。私はねちょっとアイシャドウねここまではみ出させると肌が綺麗な感じに見えるのではみ出して塗ります。で次に真ん中のブラウンを塗っていきます。これはさすがにチップを使った方がいいな。ちょっとこちらの前に先ほどのこのブロンズカラーみたいなペンシルを、アイシャドウペンシルを塗っていきます。おお、結構ブロンザーみたいな色してますね。おお、え、すごい。え、オレンジのアイライナーすごい。ブラウン塗ってきます。え、でも本当にちょっとほら透明で、え、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。え、じゃあ目尻にブラウン塗っていきます。おお、え、かわいい。普通にちょっと目尻だけ塗ろうかなと思ったんですけど、この中央ぐらいまで塗っていきます。なんか毎回毎回このぐらいかわいい色が出てればいいんですけど、ちょっと今回は本当に
たまたまいい色が置いてあったってことで、よかったら皆さんもキャンドゥなんでね、ちょっと見に行ってみてください。このカラーほんと可愛いです。ね、ほんと伝わって。わかります?まあメタルなのにマットカラーっていうところがどんな感じになるのか、ちょっと楽しみに。先にリップを見てチークをどんな感じで塗っていくか調整していこうと思います。こんな感じです。うん。わかる?ほら、かなりメタル。結構しっかり色がつきます。リップはねマットカラーで保湿力があまりなさそうなのでね、リップを塗っていきます。うん、わかる、めちゃめちゃメタルカラーだ。すごい秋っぽい。てかもう顔全体がめちゃめちゃ秋っぽくないですか？本当にデパコスっぽくないですか？本当にすごくない？いやマジですごい。涙袋、これね。わあ、綺麗。私はこれの使い方はここにもちょっとのせていきます。なんか石灰ラインを引かなくてもやっぱ目頭がねちょっと広く見えるんですよ。あ、これめちゃめちゃ薄付きでいい。なんならもうこれで涙袋ライナー描いちゃうかな。え、めちゃめちゃいい。え、ちょっとこれは最高の仕上がりになった気がするんですけど、どうでしょう。アイメイクはもうこれで完成です。で次にチークを塗っていきます。塗ったことない蛍光オレンジみたいな色を塗っていきます。え、ねえねえねえ、見て見て見て、ねえ色つかないんだけど全然。どういうこと？リップクリーム？え、怖いと思ったら全然色つかないんだけど。これ、あ、ちょっと新しい指でやるよ。ほら、え、これ本当にチークとして使えるの？ちょっとこのみずみずしすぎる感じはリップにしか使えない気がする。あ、まあつべこべ言わずに塗ってみますか。だってほら見て、こんなツヤツヤなんだよ。これチークに頬に塗る？ね、なんか色の色はね、え？あ、でもこれ。ちょっとこれからの季節にはいいかもしれない。いや、これはいいかも。ちょっと褒めてばっかりでなんか言え、めちゃめちゃツヤツヤ。どうでしょうか。はい、百均コスメでデパコス顔完成です。イエーイ。どうですか、百均ですよこれ。見てこのツヤ肌。ちょっとね、本当にね、この一番怖かった色のチーク、そして使ってみてもみずみずしすぎてリップクリームばりの保湿感がもう恐怖のアイテムでしかなかったんですけど、塗ってみてこの完成具合、この肌のツヤ感、本当こいつのおかげだと思うんですよね。まあこういう企画じゃなかったら多分試す機会なかったと思うんですけど、かなりちょっといい役割をしてくれましたこいつは。じゃん、どうですか。あの百均コスメを撮った後にヘアアレンジ動画を撮ったんですよ。ちょっとね BB クリームがよくあんまり良くなかったです。このね、やっぱりこのメタルの赤いリップがめちゃめちゃデパコス風の雰囲気をね醸し出すのにね、めちゃめちゃいい役割を果たしてます。どうでしょうか。服装もねちょっとデパコスにいそうな女性をイメージして着替えてみたんですけど、どうですか。これ百均コスメでメイクしたメイクだとは思えないですよね。はい、百均コスメでデパコス風顔、かなりいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。この動画をもし参考になったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた、ポリのニーラでした。